それではここからはそのコンピューターのメモリの配置と容量について若干テキストに補足しておきたいと思います。まず計算機が扱う情報ですね、命令、計算機にやらせる命令ですとか、それからそこで扱うデータっていうのがありますけれども、これは0と1の状態を表す情報として記録されております。まあ、実際にはそのこれ電気コンピューターは電気回路ですので、その、まあ、0と1を表す電気的な状態というのがあるんですけど、まあ、それを、まあ、我々は0か1とみなすということですね。この0か1の状態のことをビットと言いまして、でこれが N 個集まると N ビットで、さらに8ビット集まったものを、まあ、1バイトというふうに呼んでおります。でただですね、メモリ容量に関してはそのまあ、ビットを単位にするとめちゃめちゃ桁数が多くて大変ですので、今では携帯電話のでギガという単位をよく使っていると思いますけれども、まあ、こういったキロ、メガ、ギガ、とかいう単位が使われていることはご承知かと思います。まあ、キロですと10の3乗で1000バイト、1メガバイトが10の3乗キロバイトですね。1ギガバイトが10の3乗メガバイトという形で、こう単位が定められておりますけれども、ちょっと注意していただきたいのはですね、このメモリ容量の単位を作るのにですね、その10の3乗をひとまとまりにして数える12と、それからそれに近いんですけど若干異なる2の10乗ですねを単位にしてまとめる流儀とありますので、注意してください。だから1メガバイトっていうのを言ったときに、これがあるところでは10の3乗、すなわち1000キロバイトっていう場合もありますし、別のところでは2の10乗、1024キロバイトを指す場合もあります。一応コンピューターのマニュアルなどの文章をよく読んでいますと、1メガバイトは1000キロバイトとして計算していますといったような正し書きがある場合もあります。でさらに、こういったですね、混同をなくすためにこの2の10乗単位のまとまりにはこの二進接頭値と呼ばれる単位が使われている場合もあります。例えば、2の10乗バイトですね、1024バイトのことをですね、キロバイトの K と B の間に小文字の i を入れてキビバイトというふうに呼ぶ場合もあります。で同じように、2の10乗キビバイト、1024キビバイトのことを1メビバイトというふうに呼ぶ場合もあります。こういう単位の呼び方もありますので注意してください。さて、そのメモリーなんですけれども、大体はですね、この8ビット、1バイトずつのまとまりでこう管理され、計算機では管理されております。でよくその図式化されるときには、積み木のような形でですね、この下から上に向かってこうメモリーをこう1バイトずつ積み上げていくという図式が使われることがよくあります。一応こんな図のような形ですね。でそしてそのメモリのですね、場所を指定するのに使われるのがこのアドレスという単位です。でこのアドレスとしては一番下が0番地で、以後上に上っていくに従って1番地、2番地というふうにアドレスは増えていきます。例えば今ここでですね、 N バイトのメモリを扱っているときには、この N バイトのメモリを下から順に積み上げていって、0番地から N-1 番地というふうにこうアドレスをつけて呼ばれることがよくあります。で次に、よく使うのがそのワードという言葉なんですけれども、これはCPU で一度に処理するデータ量の単位を指します。またはその CPU とメモリの間でその一度にやり取りするデータ量の単位を指しまして、最近は64ビット、8バイトが主流となっております。で、このワードを単位にしたこのメモリの図式っていうのもあります。で、この場合はその1ワードを32ビットにした場合の例なんですけれども、まあ、1ワードの4バイト分をですね、こう横にまず並べて書きました。だからアドレスとしては0番地、1番地、2番地、3番地というふうに左から右に向かって並べていって、で次のワードをその上の段にこうまたやはり右から左に並べていくというパターンを取っております。でこんなふうにこのワードごとにですね、その1バイトは
全部各箱なんですけれども、この各段がですね、1ワードに対応するように書かれている図式もあります。まあ、だから一応ここではそのバイトとワードという言葉があるということを確認しておいてください。それからとテキストの10ページには全筆記記法というのがありますけれども、これはまた後で必要な時に導入したいと思います。というわけで、今回の授業のまとめです。今回はコンピューターの基本構成について説明しました。それからコンピューターの内部をですね、実際に実機のコンピューターで紹介しました。それからあとメモリですね、記憶装置の配置と容量について紹介しまして、それからまずはメモリ容量の単位についての話をしました。で最後にあとバイトとワードの言葉の区別について説明をいたしました。次回第2回はですね、計算機上での その数値と数式の表現というところに進みたいと思います。テキストでは12ページから14ページの範囲になりますので、まあ、必要な人は予習をしてきてください。はい、それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。